オペラの漫画。俺の名前はオンプ、海賊王になる女だ。やっほー、みんなオンプだよ。毎日暑いけど元気にしてる？オンプは今日も楽しくお友達と海賊王ごっこして遊んでるよ。私たちの船長には命をかける価値がある。この子は親友のさくらちゃん。どんな時も冷静でズバズバってお話できるしっかり者なんだよ。おめえの力になれるなら、リリーは本物の怪物にだってなりたい。トナカイの真似っこをしてるのは同じく親友のリリーちゃん。とっても明るくて一緒にいるとたくさん元気をもらえるんだ。そろそろ夏休み、リリーたち大航海に出る時が来た。船を借りれるかパパに聞いてみようかな。音符も一応パパに聞いてみるけど、子供だけじゃ絶対に無理だと思うよ。海賊大航海、子供っぽい遊び。アメージン。この子はクラスメートのメアリーちゃん。自称帰国子女で、この通りちょこちょこ英語を使ってくるんだけど、なんだかみんなをバカにしてくる困った子なんだよね。なんで英語なの？いつも寝てばかりの音符の口から英語なんて言葉が出てくるんだね。さっきの授業でも寝てたの、私見てたんだから。音符寝るのが大好きなんだもん。そんな話してたらまた眠たくなってきちゃったよ。音符ちゃんは本当にマイペースだよね。ヘイ音符、さっき私の英語に文句つけようとしてなかった？文句？違うよ、音符は文句があるなら正しい発音でリンゴって言ってみてよ。リンゴ？涙が出そう。あんぽぽーだって。何が大航海よ、その感じだと海外旅行にも行ったことなさそうだね。人生大航海しちゃうんじゃないの？オンプちゃん眠くて頭ボンボンになってるだけ。そうよ、頭がぼんやりしてるだけだよ。ふん、正しい発音はアッポよ。こんな簡単な単語眠たくても簡単に発音できるでしょ。海外に行ったら恥かいちゃうよ。まあ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 、メアリーちゃん意地悪。そこまで言わなくてもいいでしょ。今すぐオンプちゃんに謝って。私は間違ったこと言ってないもん。ビーって。オンプちゃん、メアリーちゃんが言ってたことは気にしなくていいからね。そうだそうだ、メアリーちゃん暑さで頭やられて意地悪なと。暑さ関係なく意地悪だと思うけどね。ふぅ、二人ともありがとう。オンプ全然気にしてないから大丈夫だよ。そうかもしれないけど、メアリーちゃんとは少し距離を取った方がいいと思うな。メアリーちゃん近づいてきたらバリケード張るのだ。うん、そうだね。メアリーちゃんには気をつけてみるよ。本当に音符は大して気にしてなかったんだけど、次の日事件が起こった。翌日。今日は先週やった英語のテストを返すからな。名前が呼ばれたら前に来いよ。また点数悪かったらカリン先生に怒られちゃいそう。そしてなんと100点満点だった人がいるぞ。それはメアリー、100点だ。よく頑張ったな。あ、メアリーちゃんすごいね。すっげーな、俺なんて40点だったぜ。どうやったら満点取れるのか教えてよ。え、これで私は夢だったみんなの人気者ってこと？そんなにすごいかな。うんうん、100点取るのすごいよ。そうかな、別に大したことあると思うんだけどね。もっともっと私を褒めて。きっと私は帰国子女だから簡単に満点取れちゃったんだよ。みんなも英語上手になりたかったらアメリカに住むといいよ。はあ、いい気分。こういう気持ちのことをママが何て言ってたっけ。そうそう、優越感。優越感だぷに。はい、みんな静かに。実はあと一人100点を取った人がいるぞ。は？私の他に？このクラスに帰国子女って他にいたっけ？メアリーちゃん以外知らないな。音符、
100点だ。おめでとう。はあ、音符が100点？0点じゃなくて100点？聞き間違いかな。私の耳詰まってるのかも。音符ちゃんすごいね。英語得意だったなんて知らなかったな。俺にも英語教えてくれよ。猫の綴りが覚えられないんだよ。猫は努力すれば覚えられるだろう。みんなからすごいって言われると照れるな。初めて英語のテストをしたが本当によく頑張ったな。すごいよ。ふんふん、おんぷちゃんのすごさわかったか。そうだよ、おんぷちゃんはすごいんだから。鼻高いだ。ちょっといい？あたし、おんぷちゃんに聞きたいことあるんだけど。メアリーちゃん怖い顔してるけどどうしたんだろう。おんぷちゃん、本当に自分で考えて問題解いた？え、自分で解くのが当たり前でしょ。メアリーちゃんは違うの？ Oh my god！ バカにしてるの？私は自分で問題を解いたに決まってるでしょ。でも、音符ちゃんはどうだろうって思って。何が言いたいの？だって、海外旅行に行ったこともない音符ちゃんが英語のテストで100点取るのは変だよ。リンゴも正しい発音で言えなかったのに、絶対におかしいと思う。あ、またメアリーちゃん、おんぷちゃんに嫌なこと言う。どうしておんぷちゃんにばかりひどいこと言うの？ふっ、私は帰国子女だから、天才だからクラスで一番の人気者になれるはずなのに、その座をおんぷちゃんなんかに、せっかく満点だったのに、みんなの注目の的だったのに。おんぷちゃんがズルするのが許せないだけだもん。ズル？おんぷちゃんがいつズルしたの？そうだ、家庭に疑うな。メアリー、何の理由もなく友達を疑うのは良くないぞ。そうだよ、おんぷちゃんはクラスメイトでしょ。おんぷちゃんが何をズルしたのか教えてよ。みんなしておんぷ、おんぷって。メアリー、あ、私おんぷちゃんのために言わないでおこうと思ったけど、おんぷちゃんカンニングしてるよ。おんぷ、カンニングしてないもん。嘘じゃないよ。私、おんぷちゃんの隣の席だから見ちゃったんだ。え？おんぷちゃん、テスト時間に椅子から落ちてたでしょ。あの時にカンニングしたんだと思う。確かに落ちてた。どうして落ちたの？それは…終わった。ちゃんと名前も書いたし。テスト終わるまであと30分もあるよ。少しだけ寝ちゃおうかな。音符、大丈夫か？全然大丈夫です。ということは…まったく、寝るのは仕方ないかもしれないが、椅子から落ちるのはやめてくれよな。おんぷちゃんってば。お尻にたんこぶできたら大変だから。おんぷは椅子からは落ちたけどカンニングなんてしてないよ。そうだな、私が見てたけどおんぷがカンニングしてる様子はなかったな。おんぷちゃんがするわけないんだから、メアリーちゃんの勘違いだよ。でも他にもテスト中に変な動きしてたよ。変な動きしてたかな。鼻の頭がかゆくてポリポリかいてたこと？それとも髪の毛を使っておひげを作ってたこと？おんぷちゃんテスト中にそんなことしてたの？おっかしい。レレにもおひげの作り方教えて。おんぷ、先生はその様子をずっと見てたぞ。テスト中にふざけたらダメだろ。へい、違う違う。なんですぐ和やかな感じになるのよ。メアリーちゃん、今音符ちゃんが言ったことが変な動きのことなの？そうだよ、音符ちゃんは変な動きをして先生の目をごまかしてたんだと思う。それでこっそりカンニングしたんだよ。何度も言うけど音符はカンニングしてないよ。しつこいな。だって簡単な単語も上手に発音できないし、海外旅行にも行ったことない音符ちゃんがどうやったら100点取れるの？みんなは変だと思わない？それは…どうだろう、確かに。メアリー、一回落ち着こうか。ねえねえ、メアリーちゃん。何よ。メアリーちゃんと音符のテスト全部一緒だね。一緒？あ
帰国子女の私と音符のテストが全部一緒なわけないでしょ。そうかな、音符には全部一緒に見えるけど。勝手に見ないでよ。あ、もしかして音符ちゃんは私のテストを丸写ししたから全部一緒なんじゃない？え、見てないもん。席も隣だから少し首を伸ばせば見えるでしょ。いい加減にして。本部は誰のテストも見てないのに。形勢逆転。実は私はカンニングのプロ。算数は前にさくらちゃんのを見たことあるし、今日は隣の席からこっそり余裕そうな音符ちゃんのテストを見てたんだ。まさか満点だとは思わなかったけど、これも人気者になるため。帰国子女ってかっこいいし、本当は違うけど、どうせ誰もわからないでしょ。そらそら英語の問題を解いてた音符ちゃんのテスト用紙をカンニングしちゃった。帰国子女が偽りだってバレたらまずいもん。罪悪感？ははん、そんなのあるわけないよって。だって私のママだって。ハロー、ナイスとミーツー。え、メアリーちゃんのママって帰国子女だったの？素敵だわ。あ、ママは帰国子女のふりをすることにして人気者になってた。嘘をつけばみんなに尊敬される。だから私も同じように真似してみたら、メアリーちゃんって帰国子女なんだ。すごいね。私、帰国子女の子とお友達になったの初めてだよ。やっぱり人気者になった。さすがママ。だから音符ちゃんのテストをカンニングしたんだけど、音符ちゃんがこんなに英語ができるとは思わなかったな。絶対に帰国子女のふりしてることがバレないようにしなくちゃ。だから音符ちゃんが私のテストをカンニングしたようにしないと。はいはい、詳しい話は後で聞くから授業を進めていくぞ。でも先生。音符ちゃん、先生が授業を進めるってよ。早く自分の席に戻ったら。それじゃあ今日はみんながどれだけ英語を勉強できたか確かめたいから英会話のテストをしようと思う。やだな。嘘でしょ。英会話ってマジ？どうしよう、どうしよう、どうしよう。レイレイ、絶望的。落ち着いていれば大丈夫だよ。まずはお手本が必要だな。よし、クラスでテストが同率1位だった音符とメアリーに英語で会話をしてもらおう。音符は寝てたかったんだけどな。早く黒板の前に出ておいで。先生、音符の英語はみんなに聞き取ってもらえないかも。大丈夫だ、簡単な会話で問題ないぞ。なんだ、音符ちゃん英会話は苦手なんだ。そうだ、忘れてたけどリンゴの発音へったくそだったよね。簡単な英会話なら私の方がうまいもん。ネットプニックスで英語のドラマ見たし。最初はメアリーから話してくれるか。オッケー。俺、メアリーちゃんの英会話聞くの初めて。私もだよ。 This is an apple。 またまたリンゴプニー。さすが帰国子女だな。発音が完璧だ。メアリーちゃんやっぱりすごいね。帰国子女だと英語で会話するのは簡単なんだな。ねえねえ、今のって会話なのかな。会話ではない。これくらい帰国子女の私にはできて当然だよ。みんなに囲まれて私こそがこのクラスで一番の人気者だね。エセ帰国子女だプニ。じゃあ次は音符ちゃんだね。帰国子女の私の前だからって緊張しなくていいんだよ。音符ちゃんは簡単な英語を言うだけでオッケーなんだから、音符は下手くそな英語を披露してみんなから笑われればいいんだよ。音符？どうした？緊張して辛いなら次の人に代わってもいいんだぞ。音符ちゃんはやっぱり英会話ができないんだね。音符ちゃん、英語できないの？それならさっきテストで100点だったのはカンニングしたからでしょ。私のテストを見ちゃったんだね。でも私は優しいから許してあげる。ふぅ、That's wrong。 え？ That English is not made it。 待って、今音符ちゃんが言ったの？うわー、すげーな音符。マジのアメリカ人みたいだぜ。音符ちゃん、テレビに出てくる人みたい。音符、お前英語話せるんだな。先生は初めて知ったぞ。嘘よ。あ、音符ちゃんが英語できるはずないよ。メアリーちゃん、さっきの間違えてるよ。さっきのっ
けね。メアリーちゃんは This is an apple って言ってたけど、正しくは This is an apple だよ。うん、どこが変わったのよ。私が言ったことと何も変わってないじゃん。もう一度言うからよく聞いててね。メアリーちゃんが言ってたのは This is an apple、 正しいのは This is an apple なんだよ。つまり A じゃなくて N にしないといけないの。なんだ、それくらい大きな問題じゃないよ。あれれ、英語を話せる人の言う言葉じゃないの。 A と N は意味が全然違ってきちゃうんだよ。あとね、発音もちょっと違うよ。それは You said that you could speak English, didn't you? This is a pen. はあ？メアリーちゃん、英語できないの？あと、今音符が聞いたのはテストに出てた問題と全く同じ内容だよ。わからなかったって変じゃない？本当に？メアリー、カンニングしてたのはお前の方だったのか。それはテストで満点取れたのは音符のテストを丸写ししてたからなんだな。ごめんなさい、私がオプちゃんのテストカンニングしました。英語が話せるってのは嘘だったの？帰国子女なのは嘘で、本当は海外旅行にも行ったことないの。あんなに音符をバカにしてたのに全部嘘だったんだ。ひどいね。音符ちゃんに謝れよ。みんなにも騙してたこと謝ってよ。まったく。でも嘘だよ、音符ちゃんおかしいよ。なんで海外旅行に行ったことないのに英語ができるの？どうして先生に音符の英語はみんなに聞き取ってもらえないかもって言ったの？それはね、音符ちゃんは海外旅行には行ったことはないけど、しばらくの間アメリカに住んではいたんだよ。だからネイティブな発音になりすぎちゃったってわけ。でもアッポッポってあの時は眠たくて。オンプちゃん、ノーアルタカは爪隠しすぎ。そんな、カンニングが全部バレたメアリーちゃんはこの後カリー先生にとっても叱られて、クラスのみんなからもたくさん責められて大泣きしてたんだ。後日、メアリーちゃんのエセ英語はメアリーちゃんのママのせいだってことが判明。カリー先生に呼び出されたメアリーちゃんのママは校長先生からも注意を受けたんだって。そして英語が話せることがみんなに知られちゃった音符は、毎日のようにみんなから英語を聞かれてクラスの人気者に。もうこれ以上本番に英語聞いてこないで、静かにお昼寝したいよ。で、あれ？メアリーちゃん一人ぼっち。もう仕方ないな。メアリーちゃん、みんなで海賊ごっこするけど一緒に遊ばない？あ、いいの？もちろん。よきよき、一緒に遊ぼう。嘘をついても望みは叶わないから、みんなも正直に過ごそうね。音符だよ、さくら。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。さくらちゃん、今回も音符のために怒ってくれてどうもありがとう。私は何も。音符の勇気になるよ。そう言ってもらえると嬉しいな。よかったらみんなも動画の感想コメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。まったね。それじゃあ今日もソプラノじゃんけんの時間だよ。勝ったら明日いいことがあるかもな。ソプラノじゃんけん、じゃんけんポン。明日も見てね。